ビクトル・ポンタは、ルーマニアの政治家。世界金融危機に対応するための、緊縮財政政策により、反政府運動が活発になり、2012年2月6日、エミール・ボック率いる内閣は、総辞職する。ミハイラ・ズバン・ウングレアーヌが首相に就任したものの、4月の上下両院合同会議において、内閣不信任決議案が可決され、再び総辞職。5月、 社民党、国民自由党が共同して、社民党党首のポンタを首相に選出し、ポンタ内閣が発足した。その後は、緊縮財政をめぐって、トライアン・バセスク大統領との対立が激化し、7月6日には大統領権限を超えて、緊縮政策を進めたという理由でバセスクの大統領職務を停止する決議が、大議員にて可決された。ポンタの属する政党を連合。 社会自由同盟が主導してバセスクの罷免を問う国民投票の実施を推し進め7月29日に投票が行われた国民投票でも投票者の大半が罷免に賛成したとみられたが国民投票成立に必要な投票率に届かずバセスクを追い落とすことに失敗した2015年10月30日のナイトクラブ火災を きっかけに首相ら政権幹部の責任を問う数千人規模の抗議デモが発生、政権批判が高まったことにより11月4日、辞意を表明した。ありがとうございます。